じゃあ、ごのせいだ。お待ちしておりました。店内にご案内する前に、まずは手に消毒を失礼いたします。それと、おでこで検温を失礼します。ありがとうございます。問題ございません。では、ご案内いたします。どうぞ。こちらでございます。今日はご来店いただき、ありがとうございます。今晩はお客様のために、特別にトスカーナから届いた小鳩のメインディッシュをご用意しております。ごゆっくりと楽しみください。お待たせいたしました。では先ほどの、トスカーナの小鳩のメインディッシュ、切り分けてまいりました。まずは胸の部位。そして、手羽元はサンジョベーゼというブドウの葉でくるみマルケ風のポルケッタに、そして新鮮な内臓類はレバー、ハツ、ハイ、砂肝、これらはバローロキナートというお酒を使った濃厚なソースで合わせております。さらに頭の部分、そして手羽元は香味野菜と丸さらしを使った煮込みに、付け合わせには甘酸っぱい赤玉ねぎのソテーを合わせました。そしてワインとのペアリングのポイントでございますが、90年代後半と熟成が進んだこのワインの熟成庫、野鳥の香りと非常に相性が良く、陰干しぶどうから作るワインならではの濃厚な果実感、これは、パンチのあるバロロキナートのソースと非常に相性がいいと思います。ぜひお楽しみください。